狂ってる。それが人殺しの言い訳ってことか。違うよ。あいつらは死ぬほど恩知だから死んでもらっただけだ。ああ、なんでみんなあんな奴らに同情するんだ。僕が歩道で死にかけても踏みつけて通るくせに。僕のことなんか誰も気づかない。でもあの3人は違う。トーマス・ウェインがテレビで悲しんでくれたからだ。ウェインと何か問題でもあるのか。ああ、大ありだよ。なあ、外の世界を見たことあるか。マレースタジオの外に出たことあるのか。誰もが大声で怒鳴り合って罵り合ってる。礼儀も思いやりもない。誰一人として他人のことなんて気にかけたりしない。ウェインみたいな奴らが僕みたいな人間の気持ちを考えるか。他人の気持ちを考えるか。考えない。こう思うだけさ。いいか、お前らは黙ってただおとなしくしてればいいんだ。お前らは狼みたいには生きられないって。終わったか。君は結局自分を憐れんで殺人の言い訳をあれこれ並べ立ててるだけだ。いいか、みんながみんな最低ってわけじゃないんだぞ。あんた最低だ。私が最低？どう最低なんだ。僕の映像を流してこの番組に呼んだ。笑い者にして喜ぶために。奴らと同じだ。私のことなど知らないくせに自分のしたことをよく考えろ。それが引き金になって暴動が起きてる。二人の警官は重傷だ。それを君は笑った。いいか、君のせいで今日も殺人が起きてるんだ。そうだね。笑い話を聞きたい。君のジョークはもうたくさん。まあ聞けって。聞きたくない。心を病んだ孤独で社会に見捨てられ、ゴミみたいに扱われた男を欺くとどうなるか分かるか。今から教えてやるよ。報いを受けろ、せーの。おやすみ。そして最後に。